木村敏夫は、日本の政治家。神奈川県寒川町長。神奈川県高座郡寒川町で生まれる。寒川町立寒川小学校。寒川町立寒川中学校。神奈川県立茅ヶ崎北陵高等学校を経て、1972年3月、法政大学第一社会学部を卒業。同年4月、寒川町役場に入庁。企画制作部長。 町民部長、総務部長などを歴任した。2010年3月、寒川町役場を退職。同年4月、寒川町社会福祉協議会場を無理事に就任。2011年8月28日、山上貞夫の人気満了に伴う、寒川町長選挙に立候補し、現職の山城を破り初当選。当日有権者数、38,589人。 最終投票率 39.51%2015 年8月30日、人気満了に伴うサムカー町長選挙に出馬し、元平塚市職員の石黒明を破り、再選。当日有権者数38,542人、最終投票率 30.16%2019 年9月1日、人気満了に伴うサムカー町長選挙に出馬し、 元寒川町議会議員の三堀清弘博を破り、再選。当日有権者数3万9772人陣、最終投票率26.75%小学生の頃は近所の上級生たちと遊び回り、遊び場をめぐって他の小学生グループと喧嘩したこともあった。当初は地方公務員になるつもりはなかったが、幼少期に父を亡くして、 家族で男では自分一人であったことから地元での就職を考え、寒川町役場への入庁を決めた。木村は寒川町役場入庁後、様々な部署を経験していくうちに、地元の町役場職員であることの魅力に気づき、中でも都市計画課に配属された時は、都市計画に関わることで自分の住んでいる町を線引きするということに、 責任の重さと喜びを感じたと語っている。趣味はゴルフ。好きな食べ物は野菜や果物。ザウの名は着眼大局、着手小局。2019年3月27日、三河町消防本部を茅ヶ崎市消防本部に統合する競技所の調印式を行った。これは2016年2月から開始された消防指令業務の共同運用で成果が見られた。 ことから、広域化による現場到着時間の短縮、消防に関する費用の削減を図ったもので、2022年4月1日より運用を開始する予定。これについて、木村は、超高齢化社会でも安心して生活できる地域に、するためには、不可欠と語っている。ありがとうございます。